こんにちは、青山聡太です。今回はですね、僕がトレッキングをするときに使っているザックを紹介したいと思います。僕がトレッキング番組に出演するときにですね、割とこう私物を使うことが多いのですが、その中でもこの3種類をよく使うんですけども、どんな時に、この3つを使うか、種類別にちょっと紹介していけたらなと思います。それではまず1個目ですね。1個目はこっちですね。モンベルの、30リッターのザックなんですけども、こいつは割と日帰りのトレッキングで使っていることが多いんですけども、なので今回のその YouTube で紹介する低山トレッキングの時には、割とこいつと共にトレッキングをしようかなと思ってます。で、こいつの好きなところはですね、このざっくり開くんですね。で、こうすると結構何でもバンバン入れられる。で、日帰りなんでそんなに入れなくて済むんで、もうペットボトルとかちょっとした着替えとかおやつとかバン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 入れてですね、でしまっちゃえると、あんまりその入れる順番を気にしなくて済むの で、こんだけ口が広いとどんどん取りやすかったりするので、すごくこいつは使いやすいです。で、この横にもポッキがついてるので、ここにペットボトルを入れてもいいですし、ちっちゃなもの入れてもいいのかなと思います。これを日帰りでいつも使っているモンベルの30リッターザック。前ちょっと荷物が入ってないんであれなんですけど、2つ目はこいつ。これはフェールラーベンっていうブランドのザックです。キツネのロゴが入ったブランドなんですけど、女性がこうちっちゃいバッグをリュック背負ってる方をよくお見かけするんですけども、そこのブランドのやつです。こいつは、1泊2日とか2泊3日の、山小屋の時に使ってます。山小屋なのでね、寝袋とかテントとかは入れなくて済むので、そこまで大きくなくてもいいのかなっていう感じでこれを使ってます。僕の好きなポイントはですね、もちろんここ割って開くので入れることもできるんですけども、このね、サイドガラッと開いてですね、ベロンってこう開くんですよ。それがなんでいいかっていうと、着替えとかそういうものは割とこうトレッキングしている時には取り出さないんですね、あまり。まあ1回か2回ぐらい取り出すぐらいなので、できるだけこう下に入れときたい。下に入れとくとですね、こう上からこう取る時になかなかこう手突っ込んでこう奥にこう手を伸ばさないといけないんだけど、こいつの場合ここを開いちゃえば、で横にしてしまえばどこからでも取り出せる。これかなり便利。これはね、もちろんおしゃれっていうのもあるけども、そういう機能性もいいなと思ってこいつを選びました。で、山小屋に入っちゃえば、まあ、整理整頓もしやすいし、で、あと背中の部分、ここ分かりますかね、ちょっと隙間があるんですよ。この隙間は何かというとですね、ここが背中が密着するところで、ここに隙間があることで背中に汗をかきにくい。これ結構ポイントです。やっぱりザックを背負ってると密着するので、どこに一番汗をかくかっていうと結構背中だったりするんですよ。で、その背中の汗をここで通気性が良くなることで汗をかきにくい。
これはねトレッキングしててね改めて思ったんですけど、やっぱここに隙間があると結構便利かといって、体とザックを密着させてないとザックがグラグラ揺れちゃって肩や腰に負担がかかってしまうので、こいつがあると密着してても通気性がいいので汗をかきにくい。これはすごく便利でした。こんな感じ。こんな感じです。そして今回紹介する最後のこいつですね。これはグラナイトギアというブランドのザックなんですけども、もう10年ぐらい使ってるかな。富士山行くにもどこに行くにも割と最初がこいつを使って行ってましたね。でこいつは、2泊とか3泊する時にも使うザックですし、あとその山小屋じゃなくてテント泊をする時にこいつを背負っていきます。というのもこいつは容量が大きくて、こいつ自体60リッターで、この上蓋これ別売りなんですよ。最初はこの状態で売っていて、この60でプラス別売りで7リッターのこの元々ないこのウエストポーチにもなるこの上蓋をプラスすることで約10リッター、まあ7リッターなんです。約10リッターで約70リッターのザックが結構入るんですね。なのでテントだったり寝袋だったりとかも入れれると。この横にねこういうトレッキングポールとかも全然入れれますし、大容量です。60でこんだけねあまりもあるのでこんだけあるとね、やっぱりたくさん入りますよね。で、こいつを一番最初に買ったのはですね、まだこんなにトレッキング経験がなかったので、やっぱ何がいいかっていうのが分かんなかったんですよ。なので正直これおしゃれだなと思って買いました。で、この色味かっこよくないですか？これ好きなんですよね、この色。もうね、結構前のものなんで今この色で出ているのをあんま見ないですね。そのもう新しい色だったりとか形にモデルチェンジしているのがものが多いので、あんまり今この形はあっても色味が違うとかそういうものがあるので長く大切にしていきたいなと思います。でこれも通気性を良くするために背中のところにクッションと通気性よくこうメッシュがあるのでその汗をかきにくいようになっています。でもしその山に興味を持ってもらえたり、ちょっとザック背負って行ってみたいなって思う方がいた時にどういうザックを買っていいのかなって思うと思うんですよ。人の背格好だったりも違うので、お店でいろいろ試してみてください。もうそれが一番です。いろいろ背負ってもらって、でここの腰の部分、僕個人的にはこの腰の部分結構大事だと思ってて、ここの腰が結構人によってポイントがずれたりするんで、この腰のところがねフィットするかしないかでだいぶその物の重さが軽く感じるので、自分の体に一番フィットするものを選ばれるといいかなと思います。あとちょっと単純にこれかわいいな、これかっこいいなっていうので選ぶのも僕は正直ありだと思います。あんまりこう自分がテンションが乗らないザックをしょでもやっぱね気分が乗らないと思うので、やっぱ自分がかっこいいなこれ背負いたいなって思うザックをまあ選ぶっていうのも一つのポイントだったりするのかなと思います。あと一つね、こう山登りに絶対忘れてはいけないものが天気予報なんですよ。これね天気っていうのはね結構こう天気予報で晴れって言っててもこう山登ってたら急に雨降ったりすることって本当によくある。あと僕が雨男だっていうのもあるんですけど、本当に急に雨が降ったりするから、でそんな時に、ま、
ザックの雨がっぱじゃないけどザックカバーっていうのがあって、例えばテールラーメンのやつだとするとこういうザックカバーついてるザックもあるんですよ。こうザックカバー付きでいくらみたいなのもあるんです。これを広げるとこういうのですね。こういうのがザックカバーで、これをまあ要はかぶせるわけですよ、ザックに。そうすると雨を防いでくれると。これ結構重要で、これがないともう中に入ってるその着替えとかお菓子とかいろんなものがもうなんかびっちゃびちゃになってきて、これ絶対必要です。これはザックカバーついてなかった、ついてなかったんで、まあ、お店とかにねこの別売りで売ってます。で何リッターから何リッターまでは対応してますよっていろいろ種類があるので、自分が買ったもしくは持っているザックが何リッターか調べてもらって、それに合う大きさのカバーを買ってもらえればいいと思います。ザックと共にこれは必要だと思います。本当に天気がね急に悪くなったりするん で僕もトレッキング番組を今させてもらってるんですけども、その前に結構その旅番組とかさせてもらっていて、ロケの7割雨だったんですよ。でその番組の中で雨山さんって言われるぐらい降ってたんですよ。ある方がですね気象神社みたいな神社を紹介してくれて、その何かというとそこで参拝をすると晴れるっていう、これはもう俺に持ってこいだなと思って、トレッキング番組させてもらうにあたってその気象神社っていうところに行って、山登りをする前日に参拝させてもらって、で実際山登ると晴れるんですよ。これねトレッキング番組があってほぼ 100% 晴れて、東京の高円寺にある気象神社という神社なんですけども、もちろんそのもやがかかってたりとか雨降ってるのも幻想的で良かったりもするんですけど、やっぱりね晴れた山登りをしたいじゃない。でこう山頂に行ったり途中とかでこう眺める景色がやっぱ晴れてるとやっぱ気持ちも晴れるから、やっぱその天気っての大事。ちなみにその気象神社のねお守りを僕いつもその財布に潜ませてるんですよ。でそのお守りがですね、これをねいつも山登りをするときには潜ませてます。本当にすごいから。でもう一個僕いつも使ってるものがあって、それがこれなんですけど、これ何かっていうと、さっきねその荷物が雨でぐちゃぐちゃになっちゃうって言ったじゃないですか。雨が強いとそれでもやっぱカバーしきれないんですよ。でそんな時にこれをザックの中に入れて、ザックの中に入れて、でここの中に荷物を入れる。そうすると濡れないです。こういういろいろね便利グッズというか、お店にねいろんなものが売ってると思うので、まあ、ザックを買いに行った際には別売りで売ってるものも見て、もし気に入ったものがあったり気になっているものがあったらちょっと見てみるのもありなのかなと思います。まあ、別にね、まあ、変な話こういうのを買わなくてもコンビニのね例えば袋とかコンビニで物を買って、コンビニの袋をなんか取っとかないですか。でこう結んでなんかカゴに入れて別に何も使わないんです。で気がついたらそのカゴいっぱいにコンビニの袋が溜まってることってないんですか。でそれをこれで活用できる。いっぱいその荷物をコンビニの袋に入れて個別に入れとけば、雨が降ってもこのコンビニの袋が雨を
ある程度守ってくれるからそれでもいいかなと思う。いつ使うんだろうこのコンビニの袋って思うんだけど、こういう時に使います。はい、では、今回この3つのザック、僕の私物を紹介させてもらいました。なかなか今ちょっと外出できなかったりもするんですけども、外出できるようになった暁にはちょっとやっぱね、山登ってみたいなって、ちょっと解放されたいな気持ちがあって思う方もいらっしゃると思うんで、その参考になればなと思います。僕もね、こう低山トレッキングをしますって言ってなかなかできなかったりもするんですけども、今後ね、どんどん紹介できたらなと思うので、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。